はい、今回はですね、レジェンド紹介しましょうか。レジェンドでしょ、昔のね、昔のレジェンドでしょ、明らかに、はい、カンビアッソですよ。グランデインテル参加のね、あれの時の中心人物ですよ。まあでもそれが白であるってすごいよね。まあでも能力高いよね。スタミナ17、オフェンス11、ディフェンス13と。すごいよね。それでも83か。もうちょっと上がってもいいけどね。まあまだ駆け出しの頃のカンビアッソなんでね。まあカンビアッソもともとはね、レアルマドリードにいたんですよ。まあでもその頃は知らないですけど、でもなんか名前だけは有名だったよね。でも全然活躍できなくて。で、インテル来たら一気にね、ブレイクして。で、インテルでね、長年活躍しましたよね。何年生まれなのかな、これ。80年か。で、ちなみにね、2010年南アフリカワールドカップがあったんですけど、その年にチャンピオンズリーグ優勝してるんですよ。で、インテルでもスクデット取ってるんですよ。めちゃめちゃ調子が良かったんですね。まあ、どう考えてもアルゼンチン代表でも中心になれるぐらいの人物なんですけど、マラドーナは選ばなかったんですね。わけわからへんでしょ、マラドーナ。もうね、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ、わけわからんんですよ。その時はね、サネッティも外してるんですよね。なんか、あれなんですよね。生理的なものなんかわかんないですけど。それ不思議っすよね。なぜ外すみたいな。で、案の定アルゼンチン代表負けるみたいなね。そうそうそう。あの時ね、ディエゴ・ミリートもスタメンじゃなかったんですよ。メンバーには選んだんですけど、明らかにエースストライカー、ディエゴ・ミリートなんですけど、誰選んでたんかな？誰使ってたんだかな？あ、イグアインや。いや、イグアインじゃねえだろ、みたいな。いう感じなんですけどね。やっぱ、マラドーナ、謎の采配やね。で、まあ、カンビアッソも結局3冠取ってからも、後目消えていったよね。3冠取って、クラブワールドカップ取ってから、プレミアかなんかに行ったんかな。レスターか。で、全然活躍できなくて。どこ行ったんやろ。で、もう、中東行ったんか、アルゼンチン帰ったんか、ちょっとわかんないですけど、なんか気がつけば引退って感じやったよね。はい。まあ、そんな感じでね。今何してんのかね。指導者とかにやってるなんかニュースとかは聞いてないけどね。